参考書解説、物理教室、河合出版の講義系参考書である、同出版の有名な、エッセンスシリーズとは異なり、定量的な解説が含まれているのがポイントである、参考というコラムに、微積分や微分方程式を、ふんだんに用いた解説が施されている。ただ、あくまで解説の補助として用いられているため、微積物理に興味はあるが、少し不安だという人は、ぜひこの参考書で、微積物理を試してみてほしい。また、難易度に関しても、初学者が頑張れば、ついていけるであろうあたりから、ある程度の応用問題が解けるところまで一冊で到達できる、問題演習の参考書としては、重要問題集や、両門の風や名門の森、自信がある人は微積つながりで、新物理入門問題演習なども可能だろう。